この時間に珍しく、これでね、やっと3組目ですよ。今日ライブ始めて3組目。あ、そうですか。すごい少ない。まあ、とかそこら辺で、あ、でも来る方向こっちだよな。なんかそっちから飲んでくる人がこう、こっちにやっ、行くのかなと思うんだけどね。そうじゃないんだね。ジョセフ直樹さん、隣の方ね、イケケンチャンネルのイケケンさんと言いましてね、こんばんは。同じ富山のね、で、YouTuber やられてますよ。で、今日、まあ、突然ね、この、なんて言うんだろう、突で来ましたけどもね、偶然も合流してね、やっておりますよ。朝までちょっと寒くなってきたね。バッテリーありなら神回だな。8時間ないそういうことを期待してるんだね。すみません、明日も仕事なんで。ほとほとのとこではないけど。あ、もう12時回っちゃった。で、2時間経っちゃったから。急速充電っすかってね。ポケットからバッテリーがね、出てきますよね。あ、ごめんなさい。東京から6時間。東京から。東京からですか。翌朝2時に帰らなきゃ修正できない。翌朝2時か。で、うん、富山から東京発に2時のあるかな。あるかな。ないよ。ないですよ、ね。せめて6時とかね、それぐらいだね。それはどこ？多分ね、ここの古城公園のまんまの可能性が高いかなと思うんだけど、ちょっとね、ちょっとこう駐車場から距離があるんでね、車ヒュッとつけれるとかあったらね、もっといいんだけど、そのまま2時間先まで牛蜜時、ライブ、寒い、怖い。連休あれば行けるのに、まず無理だけど、塩とか行っていいけど、すごいね、坂本さんも大阪の人ですよ。ね、見てて面白いだって、ありがたいですね、ありがとうございます。ありがたいですね、ありがとうございます。花見明さん。あ、新さんです、新さん、沖縄の新さん。あ、新さんだ。こんばんは、今日は疲れたので、早めに寝ました。目が覚めて、通知見たらすごいことになってますね。眠くて出るかと思いました。本当だよね。今日、まさにこんなことになるとはさ、2人で映る。っていうのは僕のチャンネルでもないもん、初めてだもんね。僕のチャンネルでもないもん、いつも一人で映ってるからね、珍しい。